ホタル、その木がどうかしたのか。この子怪我してる。怪我？うん、さっきの連中と戦った時に傷ついちゃったんだ。そんなに心配することないんじゃないか。自然になるだろう。この子たちだって生きてるんだ。このまま放っておけば枯れちゃうかもしれないのに。そんな言い方ってないよ。いや、ごめん、そういうつもりなかったんだけど。けど怪我してるって言ってもどうすればいいも？治してあげることはできるの？調べてみないとわからないけど、薬とかがあれば大丈夫だと思う。薬か。それなら私たちにも用意できそうね。よし、ならその胎児を助けてやろう。本当に助けてくれるの？ああ、この木が枯れたら悲しむ人たちもいるだろうからな。これも人助けだろ。ホタルもそれでいいか？うん、みんなありがとう。じゃあこの子のこと調べてみるね。分かったよ。この子の傷を治すには殺菌薬と乾燥防止薬が必要。それと固定のための添え木もあれば良さそうだよ。その3つがあれば胎児を助けられるんだな。ふう。じゃあ早速探しに行こう。でもさ、植物用の薬なんてどこにあるの？グーラのトリゴの町であったジェパンさんが詳しいかもしれないもん。確かにね、よく覚えてたな、トラ。え、へんも。じゃ、まずはジェパンさんに会いに行こう。うん。すぐに薬を持ってきてあげるからね。少しだけ待っててね。待たせてごめんね。今直してあげるからね。どんな感じ？治りそう？うん、大丈夫だよ。これで徐々に元気を取り戻すと思う。そっか。じゃあこれでもう一安心だな。よかったね、ホタル。うん、きっとこの子もありがとうって感謝してるよ。そっか。なんかたとえ木であっても助かったってわかるとホッとするな。それはそうだよ。みんな僕たちと同じように生きてるんだもん。今回はホタルに教えてもらったよ。ありがとうな。うん。もう大丈夫だよ。よかった、間に合ったみたいだな。他の木は大丈夫かな？もう大丈夫。間に合ってよかった。他の木も見て回ろうよ。
もう心配ないよ。間一髪だったな。他の木も気になるよ。大丈夫かな。お姉ちゃん、みんなと大樹を守ってくれてありがとう。僕だけの力じゃない、みんなのおかげだよ。みんなが頑張ってくれたからこの木を守れたんだと思う。自然を大切にしない人もいるけど、大切に思う人もやっぱり大勢いるんだね。そうよ、私はこの木が大好きだからね。町の宝だから大切にしなきゃな。よかった、ずっと大切にしてあげてね。うん、約束するね、お姉ちゃん。あとはお姉ちゃんはやめてほしいかな。僕お兄ちゃんだからね。あれれ、わからなかった。でも、みんなは分かってたよね。